今回ご紹介するのは JR 西日本北陸本線の名峰駅です。名峰駅は石川県小松市松梨町にあり、1988年昭和63年10月1日に周辺住民の要望により開業しました。当駅は小松駅管理の無人駅で、自動券売機が下り線の待合室に設置されています。駅舎はありませんが、各ホームに待合所が設置されています。上下ホームは横断地下道で結ばれています。
東駅は相対式ホーム2面2線を有する高架駅です。分岐器や絶対信号機を持たないため停留所に分類されています。ホームは盛り土状に面しているため、分類上は高架駅となっています。ホームは鉄筋を組み合わせた土台にコンクリートパネルを敷き詰めた極めて簡易な構造のものです。2017年、平成29年4月15日に IC カードイコカの利用が可能になりました。2024年、令和6年3月16日の北陸新幹線金沢駅から敦賀駅延伸開業に伴い、IR 石川鉄道の駅になる予定です。Thank you.
今回はご視聴ありがとうございました。またのお越しをお待ちしています。